音楽の関係だったりとか、美術だったりとかね、そういった、はっきりしたものが見えてき、早く見つかる方は、強いと思うんですけども、そこも見つけるのに時間がかかる選手、生徒さん？そうですね、ほとんどが見つからないです。ですよね。ほとんどが学校の勉強です。で、その学校の勉強もやっぱり1年に、ね、不登校になってるともう絶望しちゃうんですよ。私ね、渡辺さんに新潟来ていただいたときに、今でも一番覚えてる言葉が、スポーツの指導じゃなくて、高校の時に、僕、数学の授業最後まで終わらなかったですよって言ったら覚えてられます？で、私は思わず、それ受験どうするんですか？もう進学校じゃないですか。超進学校。受験どうするんですって、いや、僕ら公式ぐらい自分で思いつきますしね、とか、さらっと言うんで、多分それはやり方を覚えるとか、答えをや、いや、解き方を覚える勉強じゃなくて、これ多分理解してるんだなと思って、自分でこう公式を本当作れるような中学生なり、そういう学び方にシフトしたら、やっぱり簡単に追いつけるようになるんですよね。なんですけど、理解って知ってる言葉で思考を再構築することじゃないですか。だから何も新たに覚えてないんで、忘れないんですよね。応用できるんですよね。だからすごくいいな、この学習法と思って。だから何年かの遅れなんか、割と短期間で取り戻せるようになったんです。あの話が今でもやっぱり、あちこちでネタにさせてもらってる。ありがとうございます。全然違うことがね、残ってて。そんな感じですかね。まあ、それにやれることをやるっていう感じ。距離、時間が余裕あるんで、私の場合は。もう数日後、明日試合とかじゃないので、まあ、そういう関わり方ができるんで、皆様とはちょっとまたね、環境が違うんで、さっき話聞いてて、本当大変だろうなと思いました。私も遠征とか、国内でも遠征行くと、やっぱ戸惑うこといっぱいありますもん。国内でも、県内でもそうですよね。アウェーってやつですよね、きっとね、それが。ね、そう考えると、遠征でうまく力発揮できなくって、例えば1年間代表外れちゃいました。行った時でも、やっぱりそこで、一言必要がいい、そこで焦ってしまって、でも何が原因かよくわかんないみたいな原因がいっぱい、ないという方もいっぱい思いつきすぎてしまって、何から手をつけていいか分かんない選手も結構スポーツ多い気がするんですね。若い子だったりとかすると。で、結局、手当たり次第やってて、オーバーワークになったりとか、偏りすぎてしまってとか、もう、一神教のように信じてしまって、指導者人のことだけを聞いてしまって、周りが結局見えてこない、幅が狭くなってしまうとか、脆くなってしまう。結構よく聞くんですけども、そういったことをね、時間があればできたね。というふうに捉えて、で、一つ一つできることからやっていく、のかな。そうですね、そう、遠征、さっきちょっと私勘違いしてたのかなと思ったけど、遠征行ってなんか大会試合があるわけですよね。そこには間に合わなかったとしても、次の大会、何ヶ月後、1年後の大会には立て直すっていうスタンであれば、やっぱり共通するところあるのかなと思って。で、多分例えば足が痛いと、いや、原因は捻挫だっていうと、捻挫なんであそこでくじいたからってなるんですけど、その前にもっと何かあったのかもしれないですよね。そこっていうのはやっぱり別にとらわれる必要はあるんですけれど、まあ、なんかとらわれる必要はあるな、やっぱそこは大切だな。どこまで奥まで見れるか、背景まで見れるかっていうところがやっぱり活かせるかどうかだと思うんですね。そのアクシデント失敗を思うんですけど、それはやっぱりそんな視点で見て伝えられたらいいのかなって今ちょっと私なりに今思いましたかね。